VVT-I, VVT-I, VVT-I ベリアブルバルブタイミング。インテリジェントシステムは、トヨタ自動車の可変バルブタイミングリフト機構の故障、及び技術である。バリエーションとして、VVT-I の元となった、VVT のほか、VVT-LI 等がある。VVT, ベリアブルバルブタイミングは、可変バルブタイミング機構の略で、今日のトヨタ車において普及している。 VVTI の前身となった技術である。VVT はエンジンの負荷に応じて、吸気側のバルブタイミングを油圧によって、クランク角に対して30度変化させる機構である。これにより、低回転域と高回転域での出力特性を両立させる。同時期の似たような機構として、日産自動車の NVCS が挙げられる。1991年以降に登場した。 カローラシリーズをはじめとして、それらのスポーツグレードに搭載された 4A、GE 型エンジンに初めて採用された。同時に5バルブ機構も組み合わせられ、リッターあたり100馬力の出力を達成した。VVT-i、ベリアブルバルブタイミング、インテリジェントシステムは、可変バルブタイミング機構、インテリジェントの略である。機械的な2大回制御であった、従来の VVT に対し、 VVTI では、コンピュータ制御による連続可変機構を採用し、さらなる高性能と低燃費を高次元で両立した。可変であるのは、カムシャフトの回転角位相のみであり、作用角やリフト量は変化しない。登場当初は、駆動に油圧ピストンとヘリカルスプラインを用いていたが、後に簡素で低コストな油圧ベーンに変更されている。 1995年8月に登場したクラウンの2、JZGE 型エンジンに初めて採用された。ベーン式 VVTI は1996年の3 S フスに初めて搭載された。ベーン式の構造を持つ可変バルブタイミング機構としては、これが世界初となる。現在では、商用車も含め、トヨタ自動車のほとんどのガソリンエンジン車種に、 搭載されている。特に、ベン式 VVTI は、世界標準技術となっており、国内外の多くのメーカーで採用されている。デュアル VVTI、デュアルベリアブルバルブタイミングインテリジェントシステムは、従来の吸気側の VVTI に加えて、排気側の制御も行い、吸排気効率をさらに向上させるシステムである。トヨタ自動車が、 世界に先駆けて1998年10月に、両反射、アルテッツァ RS200 の 3SGE 型エンジンに、搭載した。その後、クラウン、GRS18 や、マーク X、GRX12 等の、主に上位クラスの車種に搭載されてきたが、近年では2006年10月に登場したカローラ、E140、150及びオリスの1.8リットル車にも、 搭載されている、共に新開発の 2ZRFE 型エンジン。さらに近年では1.3リットルクラスの NR、1NRFE 型エンジンにも採用され、IQ やパッソ、ビッツ、ラクティス、兄弟車のスバルトレジア含む等のコンパクトカーや、カローラアクシオ等のスモーセダン、ポルテ、兄弟車のスペイド含む等のトールワゴンにもそれぞれ普及しつつある。VVTL、I、 ベリアブルバルブタイミングリフトインテリジェントシステムは VVTI による吸気カムの位相変化に加え、吸排気バルブの作用角リフト量をカム切り替えによる変化させることで、高回転時はハイカムと同じ働きを生み出す機構である。百九十九年に登場したセリカのに ZZG 型エンジンに初めて搭載されたカム位相の連続変化機構と、 可変リフトを組み合わせたシステムとしては世界初としている。その後は同エンジンを採用するカローラランクスやカローラフィールダーなどの上位グレード、そしてウィルブイエスやボルツなどのパイクカーにも採用された。またロータスへの供給も行われた。先行して実用化されているホンダ技研工業のビテックや三菱自動車工業のマイベックと原理的には同じであるが、下記のように カムの切り替え機構を独自の方式としている。VVTLI を採用したエンジンは2、ZZGE がのみで、以降に VVTLI を採用したエンジンはない。ビテックをはじめとする他のカーンバルブリフト機構と同様にカムシャフトに低中速用カムと高速用カムが備えられ、ロッカーアームで切り替えを行う。カムシャフトはビテックが3つのカムプロフィール。 低速、2高速、1を持つのに対し VVTLI は低速と高速それぞれ一つずつの計二つのカムプロフィールとなる。ロッカーアームにはノーマルカムと接するローラーフォロワーとハイカムと接するアームパッドがあり、ノーマルカム時にはアームパッドがフリーとなり、ハイカムは空打ちするため力ロッカーアームには力を伝えず、 ノーマルカムからローランフォロワーに力が伝達される。ハイカム時はアームパッドがロッカーアーム内部のスライドピンによって固定され、ハイカムが作用する。2ZZGE 型の場合、標準では 6000rpm でハイカムに切り替わるように設定されている。VVT、いえ、ベリアブルバルブタイミング、インテリジェントシステムバイエレクトリックモーターは、 電動連続可変バルブタイミング機構の略である。従来の VVTI の制御が油圧で行われていたのと異なり、電動モーターで制御される。電動としたことで、油圧が上がらない低回転域、1000rpm 以下や、冷間始動直後の油音が低い領域でも、バルブタイミングの制御が可能となった。2006年9月に発表された、 LS460 に搭載された 1URFS に初めて採用された。後に2007年12月に発売された IZF に搭載されている2 u r フ s にも採用されるが、長らく高級車のみの適用であった。しかし2014年4月にマイナーチェンジを実施したビッツの1 3リットルモデルの 2WD 車に搭載されている1 n r フックや2015年3月に マイナーチェンジを実施した可能アクシオ・フィールダーの各1.5リットルモデルの 2WD 社の CVT 仕様に搭載されている 2NR フックもそれぞれ採用された。これらフックモデルはコンベ用アットキンソンサイクルエンジンであり、高い応答性と低温時からの作動が求められる関係で採用されており、可変範囲も拡大している。 油圧ではなく、電気を用いる可変バルブタイミング機構としては、日産のイベトックがあるが、イベトックは、モーターではなく電磁クラッチを用いる、全く別の方式となる。VVT-E は、ベリアブルバルブタイミング。インテリジェントワイドは2014年に、レクサス NX の 8AR i TS に初、採用されたもので、従来の油圧、VVT-I、e、と比べ、 バルブタイミングの可変範囲が拡大され、中間ロック機構が付加されている。これらにより、アトキンソンサイクル、ミラーサイクルのより積極的な導入が可能となり、中間ロック機構により冷間指導性も確保している。さらに通常の連続位相可変機構に加え、軸内2号モード奥フボルトとロックピンを内蔵し、センタースプール方式で VVT 機構と一体化している。 これにより従来の油圧式 VVTI より作動温度領域の拡大と応答性を向上させており実用燃費の向上に寄与している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。